18キッパーの野郎ども、血は騒いでいるか、動画の最初に言っていいフレーズじゃない。お姉ちゃんも騒いでるらしいから、今日は飯田線を乗り通そう。うちは違う意味で騒ぎそうや。そんなこんなで岡谷駅。長野県の大体真ん中からこんにちは。中央本線が通っとる。塩尻手前の主要駅やな。これから、あずさで新宿に帰るよ。帰るわけないだろ。どっちかって言うと帰った方が、葵のためかもしれん。妹は置いといて、0番ホームに佇む列車。あれが天竜峡行きの飯田線やで。飯田線は、飯田、天竜峡を経由して、豊橋まであるねんけど。案内板には、豊橋はおろか、天竜峡の天の地すらもないな。まあ、飯田線の本当のスタートは、辰野からなんだけどね。使われている車両は、313系、JR 東海の路線に乗るとき、嫌でも目にする車両やな。だけど、番台ごとに、その仕様は細かく違っていて。これは、313系の3000番台なんだけど、2両ボックスワンマンのローカル仕様。首都圏から近いところだと、御殿場線でも走ってる。きちんとトイレもついているから、急に催した時でも安心やな。漏らしとく方が面白いけどね。現実世界をコロコロコミックか何かと勘違いしとるんか。飯田線といえば、なんてったって、その駅数の多さ、200km 近い路線に94個の駅があって、走る場所の割に駅間も短めやな。中央本線の岡谷からの分も含めると、96駅の 205km。超ロングランだけど、割とふかふかなボックスシートで、最後まで乗り通そう。ね、お姉ちゃん、やだ。なんでそんなこと言うの？うちに発言権はないんか？ここから、まずは手始めに天竜峡まで、二つ次の辰野までは、JR 東日本の管轄だよ。というわけで、辰野までは中央本線やから、ちょっとカットしようか。ここらの本数は、1時間に1本くらい。普通のローカル線クラスかな。からの辰野。JR の境界駅や、井戸経度が0分0秒で交わってて、かつ地理的に日本の中心になってる。ゼロポイントに近い場所や、ゼロポイントは、山の中だから、それを示す印では、井戸経度0分0秒にはないけど、ほんで、向こうには中央本線の E127系。視線を静かに行き交う2両編成。ベースは209系やけど、サンダー仕様で、どことなくローカル臭い車両。ここからあいつは塩尻に向けて、ガシガシ進んでいくよ。辰野発塩尻着。3駅で終点の列車が行く視線。ちっぽけだね。ふひひ。飯田線を見習いなよ。アイデンティティの迫害っていうのは、こうして起こるんやな。ところで、今日は中央本線を乗り通した時と同じ切符、秋の乗り放題パスを使ってるよ。任意の5日間の18切符とは違い、3日連続の体力勝負切符やな。ケツが重毛みたいに割れまくるまで、とことん使い倒そう。人間の限界を超えようとするな。表現もグロテスクだし、ここからようやっと飯田線に入るし、そろそろ、飯田線自体の説明に入ろうか。はいはい。飯田線は、長野の南側、浜松の端っこ、愛知の東側を通る、195.8km の路線。今でこそ、東京から静岡までの距離よりも長い、怒涛の JR 線だけど、昔は、4つの私鉄に分かれていた。最初は豊橋側から、豊川鉄道が、三河一宮まで線路を敷いて、それから長篠に向かって、線路を伸ばしていった。一方の長野県も、中央線ルートの選定で盛り上がっていた。その昔、中央本線のルート候補には、稲経由か木曽谷経由かの2つがあって、今は木曽ルートになっとるけど、稲谷の連中は諦めきれんかった。そこで、みっちゃんでレスパーを繰り広げません。中央本線が通らないなら、自分だって線路引いたるわと息巻いて、稲電気鉄道を立ち上げ、ちょっとずつ。でも、着実な延伸を繰り返して、天竜峡のあたりまで 80km ほど開業させた。愛知県の内陸部も、しばらくして重い腰を上げて、蓬莱寺鉄道が線路を引いてみた。というか、豊川鉄道が引けなかった分を、別会社が引き継いだスタイル。一方、三河と信濃を結ぶ三新鉄道は、山越えの秘境駅すさまじい区間やけど、ラストに大連れと、悪名高い駅、小和田駅の間が繋がって、ズバッと4つが繋がった。ま、三新鉄道の線通も6年で、4つとも国有化されて、飯田線になるんやけどな。国鉄の手に渡ってからは、今、とかの準急も急行も走りまくってたけど、走るのは、控えめに行って過疎地域だから、JR になる頃には、急行の宅位は、軒並み廃止に、JR かご、沿線活性化を目論んで、特急命も走り始めたけど、今や、ミクシーの方がまだ未来のあるくらい、利用客が低迷している。だけど、別の方面からの一筋の光が、飯田線に差し込んできた。あかねちゃんが、この世に生を受けた時と同じくらい、まばゆい光が、それが、観光資源としての再利用。飯田線には、かつての三新鉄道管轄の場所を中心に、秘境駅が多いから、これを機に、2010年から、飯田線秘境駅号が運行開始、スーパー過疎駅を逆手に取って、観光資源にしたんや。この取り組みも相まって、直
近60年間の飯田線内の廃駅は存在しないよ。JR 東海らしいっちゃ JR 東海らしい。静かに。しかし、上神のごとく訪れた旅人を飲んで離さない。天竜川のすぐそばで投影される、標定速度32キロの映画が上映されとれて、今走っている稲盆地のあたりは、天竜川が見えそうで見えなくてもどかしいけど、南下していくと、それはそれは露出狂。でも、山に囲まれたこのあたりも、中央アルプスののどかな景色が広がるで、じゃあ山も露出狂だね。絶景のこと、露出狂とか言うのやめろ。稲松島に接近したところで、211系一方へ車両が、あれは213系。仕様は211系といろいろ共通だけど、一番の違いは2ドア。ついでに、転換クロスシートを備えているのも特徴かな。もっと近くで見られたらな。今は、213系は、もっぱら、飯田線近辺でしか走っとらんから、そのうちすれ違うやろ。そんな楽観的な生き方でいいのか、急に生き方を問われたんですが。木下ろし駅は木下ろしって読むくせに、木下駅は木下って読むバグ。バディー氏と修正派よ、嫌なユーザーやな。あっちの木下ろし駅は、印西市の木を運び下ろしたから、そんな名前になったんやけどな。じゃあ、ワビーシ半分でいいね。だるな。お、213系。JR 東海での登場は1989年と、同社の211系よりも細めだけど、ちょうど同じ年に、311系が東海道線でデビューしたから、デザイン的に、なんとなく213系が古臭く見えてくるよな。誰がババアじゃ、うちなんも言っとらん。次は田端駅。ビル立ち並んでるくせに、田んぼの端っことかほつ咲いてる某山手線駅とは違って、こちらは文字通り、田んぼと畑ばっかりの場所や、長野県は、面積あたりの米の収穫量は全国トップだから。ちゃんとりにはかなってるかもね。お次は稲北駅。主要駅の要素で、利用客も多いで。でも、無人駅。それも、2013年に無人化されたばかり、律儀に働いたはずの社員の手取りとか、福利厚生並みの礼遇、それ系の発言許されるんか、許されるでしょ。別動画でも、普通に似たようなこと言ってるし、錆びれた稲北駅。でも快速は止まってくれる。それが、快速みすず。その快速は、飯田駅と長野駅を、中央本線、茅野の井線とかを経由していく列車や、なんで？ってネーミングだけど、竹が信濃国に群生するということで、万葉集における信濃の枕言葉、みすずかれ、から取ってきているものだとか、本当は、みこのかれ、って読むらしいけどね。そんな快速みすずは、次の稲市駅にも止まるで、っていうか、線形が全体的に良くないし、線形がいい一部ゾーンでは、停車駅が多いし、一日一往復しかないスロー快速なんやけどな。今日からお前の名は、快速みすずだよ。ちょっとずつ減便はされてるけど、ぶっちゃけこういったローカル線って、種別存続じゃなくて路線存続するかが問題やから、みすず消滅は普通にありえそうやけどな。縁起でもないこと言うな。快速言い出したやつが言うな。運用が、JR 東日本の211系な点、直通運用同士の距離合わせて運行してるのかもだし。さて、わずか900メートル進んだ先にある稲市駅でも、またまた乗客は乗ってきた。こちらは、稲北とは打って変わって有人駅。何が明暗を分けたんだろうね。正解は CM の後、90秒後で急にバラエティ番組感を出すな。引き続き稲市を南下中。ところで、稲の地名の由来だけど、古代、朝鮮半島からの渡来人がこの地に来て、ヌグ農具を作った。それから彼らが、稲部と呼ばれて、稲に繋がったそう。なんで、こんな偏僻な場所に渡来人が来たかっていうと、稲は馬の生産地だったからや。その昔、大和朝廷が栄えていた頃、馬は万能な乗り物だった。船、天竜川の水資源に恵まれ、馬が逃げ出さない段々の丘陵に囲まれた稲谷は、馬の飼育にぴったりで、大和朝廷に馬を献上することもあったんや。もちろん、今は、馬の大々的な献上はないけど、おだぐり、とかの馬肉文化は引き継がれとるで、おだぐり城、これ隙を与えたうちがあるんか。ほんで次の停車駅の大谷城、間髪入れずに遊ぶな。まあ、実際は、急な傾斜を流れる川の水が、見えたぎるように見えることから、ついた地名らしいけどね。でももう一度言わせてください。ダメ。大谷列車は駒ヶ根に着きました。ここも無人駅です。さっきまでは、山にかかる雲が美しいなぁとか、めっちゃ思ってたんですが、普通に雨が降ってきてます。お姉ちゃんの素行が悪いから、空が怒っちゃった。さりげなく宇宙を悪者扱いするな。そんで、駒ヶ根を過ぎて、稲福岡の辺りを走っとるんやけど、ここから、わかりやすく、線形が悪くなるで。まあこれも、さっきの馬の生産に関連する、だんだんの丘陵のせいやけど、鉄道の経路にまで影響を与えるのはでかいよな。ちなみに、飯田線マックス交代は、稲北より稲市の方が乗降客が多いのと、輸送力に対する効率化が、稲北駅無人化の理由だと思います。さっきの90秒後、本当に今回収線でええから。ちなみに、飯田線マックス交代は、沢渡駅付近の 40% だよ。で、日切り手前の線路の曲がり用は、こんな感じ。こんな飯田線の線形を利用したアクティビティについては構築するで。で、曲がる TP、青い、くる、くる。
うも、マガルです。葵、こちらが東海道各鉄道株式会社さんの濃厚秘境路線飯田線です。うひょー、なぜだろう。涙が止まらない。聖地巡礼発祥の記念碑が近くにあるバギリ駅に着いた。そしてその横には稲街道、別名三州街道が伸びてる。この街道は江戸時代、銭に銘たくらんだ農民が馬を使った輸送業を行ったことで栄えた街道や、その輸送業のことを中馬と呼んだことから中馬街道という別名がついているとか。無論鉄道の開業で中馬は廃れていったけどな、技術の進歩の陰には悲しい背景があるものだ。去年春の18切符のポスターに掲載された高遠原駅に到着。撮影日は10月だから実質春だね。もろ半年ずれてるんですが、稲田島到着。秘境駅ランキングでは183位に当たるで、駅前ではリンゴがたわわに実ってるけど民家なんかはほとんど見えない。中柄村唯一の駅なのに国道からも離れてて、どこか悲しいな。じゃあここの地面に穴掘って引っ越して稲田島駅使ってやろうぜ。モグラでももうちょっとまともな引っ越しやると思うんですが、一田駅の手前で反対のボックスへ移動。飯田線にも駅間広めで、かつそこそこ線形の良い区間もあるけど、最高時速は総じて 85km に抑えられているから速いようで実際は速くない。相対的に速く見えるだけやね。私が相対的に可愛く見えるみたいにね、さりげなくうちが相対的に可愛くないみたいに言うのやめてくれ。善光寺駅ファミリーのうちの一つ、元善光寺駅に接近。でもこちらは偽の善光寺がある駅ってわけでもなく、その昔本田義光公が難波から阿弥陀如来を拉致してこの飯田に祀ったのが元善光寺の始まり。その後阿弥陀如来はお告げによって今の長野市の方に戻ったけど、月の半分は元善光寺の方に戻ってくると言葉を残した。それも相まって善光寺だけでは肩参りっていう言葉が今に伝わっているよ。牛に惹かれて善光寺参りなんてことわざが一気に格が落ちたみたいに感じられるな。その次が田舎三郷駅なんだけど、ちょっとここの線形を見て。田舎三郷駅はここで、5駅先の下山村駅はここ。飯田線はこの 6.4km を15分前後かけてガタンゴトンと移動するんだけど、徒歩なら道のり25分 2km となると思いつくこともあるかも。駅で降りてダッシュして同じ列車に追いつくみたいなことやろ。残念、正解は下車して走ってその下車した列車に追いつくってものでした。理不尽に正解を不正解にされたんですが、これを下山ダッシュと言って、もう漫画で取り上げられて以来鉄道ファンとかの間でブームになってるとかなんだとか。じゃあ今回やるんやな。デカの傘背負ってるんですよ。私はからの説明に対して気分発生するのに気に入らないです。魔女は私の借りて、うちの妹怖いんですが、ゆいのた、つまり共同作業の単語から名前が来ている。飯田の駅に到着。人口1万人あたりの焼肉店が一番多い、ヴィーガン真っ青な街だね。そうそう、ここからは豊橋まで伸びる特急命が救うエリアに入っていくよ。相当遅いからお姉ちゃんが全力で走っても追いつけると思うよ。標定速度はどんくらいや。だいたい時速 50km くらい。人間卒業マラソンを軽率に進めるな。あの JRE の211系も応援してるよ。根性論じゃどうにもならないんすよ。根性論、鋭いこと言うね。実はここ飯田から中央本線の岐阜県中津川駅まで伸びる路線を建設する予定があったんだ。でも根性論でそいそい敷設できるわけじゃなかった。自然に語り始めてますけど、話のつなげ方がやや強引だと思うんですが、ちょうどイザナギ景気真っ只中の1967年から始まったその国鉄中津川線の建設だけど、用地買収に手間取ったり、建設途中で温泉がポコポコ湧き出たり、喜劇的な悲劇が続いた上、中央自動車道が飯田と中津川を結ぶような見たルートで建設されてもうたから、結局工事の面影だけ残るような未成線に終わったで。それも相まって飯田は鉄路的には陸の孤島っぽい感じになってる。リニア中央新幹線が中津川線と似た経路で飯田市内に駅を構える予定やけど、飯田市の鉄道事情やいかにってところやな。手前には天竜川、奥には稲山地、だいぶ山々っぽい雰囲気が濃くなってきた。ここまで来れば天竜峡もあと少しやな。っていうか同じ列車に3時間以上乗り続けて、これでやっと時間的には半分ってのが恐ろしいな。だいぶ走った気がするけど、立野から天竜峡までは 80km くらいだから、ここまでの標定速度はだいたい時速 27km くらい。おせえ。この列車は天竜峡行きなので、ここいらでぶらり強制途中下車や豊橋方面の発車まで75分。なんとかして暇を潰すで、クルー疲れました。これにて完結です。まだ半分や言うとるやろ。外に出てみるとそこはかとなく教会風の駅舎旅って感じやな。
今に適当に言ったら当たり障りのない感想を言ったら切れられました。天竜峡駅から少し歩いたら、でかい松の木があったで、樹齢千年を超える松らしいです。とりあえず日本文化に迎合しとこう。それが武士道だから本音を言うのはほんまに武士道か。で、今週4時で空腹なんやけど、天竜峡近くに面白そうな店を見つけたから、ちょっと15分くらい歩いて、そこ寄ってみるで。いいね。パチ屋。なんで飲食店より先にパチ屋が出てくるんすか。あったあった。蕎麦どころ、お味噌製粉所の飯田天竜峡店。あのお蕎麦屋さんや、本当は、河内駅からの方が近いけど、乗り通しって名目やからな。荷物は重いけど、天竜峡駅から歩いてみたで。パチ屋はいい加減パチンコから離れてください。ほい、大猿蕎麦プラスちくわ店、並中大関係なく590円なのは、ありがたいな。ちなみに、注文方法は、某まがめ製麺の蕎麦バージョンと見てもらってオッケー。最後に蕎麦湯を飲んでおしまい。席中多めでゆったり食べられたし、新州っぽさを感じられてよかったね。まだ普通に20分くらい時間が余ってたから、駅の方に戻ってきたで。まあ天竜峡まで来たことやし、名称を見なあかんな。天竜峡を見ずに天竜峡駅を立つとか、タケノコの里を買わずにコンビニを出るみたいなもんだもんね。急に、喧嘩の火種をつけるな。なんか、いいっすね。小学生並みの感想。まあ、天竜峡自体は19世紀に命名されたから、歴史は少し浅めだけど、1934年には、国指定の名勝になった、大自然の出世観光地や、数々の俳句が読まれた場所っていうし、一句読みたくなるね。ふひ、読んでいい嫌な予感がするのでダメです。葵がメイクを読む前に、ホームに戻ってきました。次に乗るのは豊橋行き。てかこれ、さっきまで乗ってきた編成と同じでは、ローカル線には、広い心を持って乗るんやで。ローカル線だからといって、駆け込み乗車もしたらあかんし、次の電車をご利用くださいって。2時間に1本ゾーンでも通用するの？どうせなら、あれ乗りたかったんですけど、2両目以降が葬られてました。結局、転換クロスシートには乗れずじまいだったね。別に、モックスの座り心地に文句はないけどな。で、これは普通列車の豊橋行きなんやけど、ちょっと車内表示器にご注目。普通の確定だったら、ストッピンナトーオールステーションズ、とか流れるはずなんやけど、普通列車なのに通過駅があるってことだね。そうそう。まあどこを通過するかは高知ってことで。飯田方面からの接続列車を待っての発車や。うははは。良い席は、一本早い便に乗った私がすでに取ってしまったぞ。なははは。なお乗り継いだ人は、大して多くなかった模様。金玉におしるこ、葵。ワンマン区間が終わるからか、車掌さんの放送に切り替わったで。さてここからは、天竜川がもろ近くに見えるで、と同時に、秘境レベルが一気に3桁近く上がるね。今度次の千代駅も、このすぐ近くの天竜川と、密接な関係があるで。この先の千代駅は、1965年くらいまでは、天竜川の砂利の積み込みに使われてたで。でも今となっては、そんな仕事は卒業した駅、今は秘境駅として、第2の仕事を任されているで。あと車窓右側には、砂利運搬を担った貨物駅時代の遺構として、引き込み線の跡が見えているっぽい。エッチだね。どういうこと？県道、まともな集落まで徒歩40分という、土地狂ってる位置にある金の駅を出発。土地だけに土地狂ってるって？うまいね。すんごい煽られてる気がするんですが、駅名標に触れると金運が上がるとかいう、主戦度ホイホイの都市伝説が並ぶ駅や、金って字が含まれてるから。せやろ、烏山線の大金駅の方が、ご利益あるくな。JR 東海で、JRE の駅を引き合いに出すな。スタバでドトールの話をするのと同じくらい近畿や。さて列車はトンネルを入れてはくぬるを繰り返す。山沿いなだけあって、1駅間ごとに、片手じゃ数えきれないほどの数のトンネルを通ることもあるね。取れ高台上に一気にややめたい話になったが、飯田線には計138個、視界を遮るトンネルがあるけど、車窓の迫力は申し分ないで。いや、人生の取れ高の話、一気にやや重い話になったな。だって、一寸先は闇だよ。物理と風を混同すんな。お次は田本駅。こちらは、さっきの金の駅以上の下手者だったりするで。というか天竜峡までは、まあわかる、レベルの駅配置だったけど。天竜峡を境に、なんで？って次元に突入するのが印象的かな。人里離れた無秩序なオアシスに、規則的に止まっていく不可思議さは、飯田線ならでは。あ、ところで今いるここ、駅のホームです。これ、今でこそ考えられないけど、西岸駅として建てられた駅やった。駅間短め、フットワーク軽めな私鉄らしい。三新鉄道の意志がどことなく残っとる駅やな。あ、今となっては、普通列車でもお構いなく、上下計3本くらいは、この駅を通過するで。でも、急行秘境駅号は止まるで。あ、
出口は、今見えてる柵のあたり。そこから用途5約20分。ネクタ駅到着。さっきまでのそうそうたる秘境駅群に比べると、随分栄えてるように見えるね。小ぶりな集落の中にあるからか、普通に降りていく方までいらっしゃったで。平日のみ運行らしいけど、向こうには、コミュニティバスのバス停もあったで、運行開始が2009年と、意外にも新しい。通学、通院の足として活躍している様子。でも、本数が片手で数えられるほどしかないみたい。そんなわけでお姉ちゃん、時刻表の合間を縫って、コミュニティ肩車サービスをバスの不足分を一人の肩車で補おうとするな。次の駅は難読だけど、有名秘境駅だから普通に読めそう。してぐり駅やな。この駅は、皮肉にも、天竜川の影響をもろに受けて秘境化した駅や。とりあえず、マンゴ川橋梁の先にある、その駅についてから話せた。え？えろ、男子中学生みたいな食いつき方やめろ。わざわざ振りながら、ご、もてかたしたのに。まさぐり駅到着してぐり駅や。で、この駅、ここより下流に平岡ダムがあるんやけど、そのダムの建設に伴って、周辺の集落が水没したらしい。あ、このダム、深い、ボボボボボ、とあいなって、秘境駅となったわけやけど、そのダムの建設の資材運搬に、三振鉄道が貢献したから、鉄道が、自ら、駅を一つ秘境駅にさせてしまった、という面白い見方もできるな。あれが、してぐり駅と外界をつなぐ、今のところ、唯一の吊り橋だけど、あれ車が通れる吊り橋じゃないから、ここは、鉄路か徒歩でしか行けない駅だよ。県外やねんけど。せっかく、こんな天竜川ガンガンのところを通るんだから、天竜川の名前について触れとこう。天竜川は、奈良時代には、新玉川って呼ばれていた。以後、広瀬川、天の中川と名前を変えていき、今の天竜川に、もともとは、天からの雨が、諏訪湖を通じて川に流れていく、ということで、雨の流れって読まれてたけど、水の流れの急さとか、諏訪神社に祀られる竜神から、天、竜、川って漢字が使われたとか、天竜川って、なんとなく幻想的な響きよな。おじゃる丸の舞台、月光町みたいな雰囲気で、はぁ、当たり強。あれは、飯田線の急線跡につながる、養鳥橋やな。平岡ダム建設に伴って、線路が移転された時に、廃駅になった、遠山口駅も近くにあるよ。ほんで、列車は平岡駅に到着。天竜村の役場があるからか、こちらも利用客は多め。からのおむす、この駅、国有化後しばらくは、中距離までの利用客しか降りられない、遠方客を断り駅だった。2年半前の他県民ナンバー迫害運動に通するものを感じる。結局、国有化後10年ぐらい経ったら、乗降制限はなくなったらしいけど、特にすごい秘境駅ってわけじゃないけど、景色で言ったら、秘境駅にしていい気もするな。からの稲子沢、三振鉄道開業時、記念に、3本の寒桜が植えられたという駅、後に10本になったけど、台風で5本に減ってしまったらしい。ちなみに、信州の中でもかなり早くに、美しい桜を咲かせるそうやで、まるで茜ちゃんのように、美しいピンク色の花を、な。青い、どこ行くんや。戻ってきたな。次は中井侍や。この中井侍は、段々畑みたいな土地で、お茶を栽培している地域だね。それで、中井侍の七曲がりなんて呼ばれてたりするで、ま、あいにく、茶畑はここからは見えないけどな。茶畑見せる中井侍。お次は小型。凛しくも古めかしい木造駅舎が万人として佇む、トップクラスの秘境駅。あたりには集落はおろか、歩道もないから、もはや秘境駅ですらあるかもな。で、めちゃ長だった長野県を抜け、この駅から静岡県に入るわけだけど、天竜川の対岸が愛知県、上流が長野県だから、ほとんど3県にまたがってるみたいなもん。住民の数よりも、境界の県の数の方が多いという怪奇現象。ちなみに、駅の所在地は、静岡県の中で、最も人口が多い町、浜松市や、80万都市の駅なのに、一番近い集落は、ここから徒歩1時間、駅近くの吊り橋の崩落と、平成の大合併、なんたる恐ろしさ。ちなみに、鳴人親王の婚約者が、小和田雅子さんだったことから、この駅は、一時、恋愛スポットの聖地になったとか、なので、うわいど葵は可愛い子さんやな。あ、次の駅は大連れです。難読急に巣に戻らないでくれ、頼む。この駅から、また新鮮ルートをたどるよ。さっきの遠山口みたいに新鮮になる理由は、これまた、同じくダムの建設や、飯田線はかつて、もう少し天竜川沿いを走っていた。だけど、佐久間ダムが建設されるとなると、その線路が、親指を立てながら天竜川に沈んでいきそうに、そこで、長いトンネルを掘って、線路を、東側の三佐久保方面に引っ張った。と同時に、佐久間駅を移転させた上で、新駅を4つほど作ったで、めちゃくちゃ曇ってピンボケしてるけど、
そのうちの一つが三作保駅、電鉄バスも、かつては北栄本線という路線名で、この辺りまで足を運んでいたけど、今や電鉄バスは来なくなって、なんか、隔離の様相を呈してるな。それと向かい地が、もうここまで来ると、2両目の乗客はうちらだけになったで、やった、これで何かあっても、人の目を気にせず漏らせるね。だから漏らすな、トイレで出せ、手前に三作保川が見えるからね、本能でね、仕方ないね。文明と道徳をかなぐり捨てた正統家や。アイスキから、再び長いトンネルを経て、佐久間駅に到着。これまた新線敷設時に移設された駅やで。旧線時代は、どこにあったかというと、あれあれ、あの佐久間発電所のあたりやった。まるで、おめえの線路ねえから、と言わんばかりに、どすりと構えている。でも、日本トップクラスの発電量を誇るし、戦後の電力不足を解消したから偉大やで。でも、飯田は並べ替えると偉大になりますよ。どういうマウント？佐久間からたった 1.1km で中部天竜に到着。そうそう、今でこそ浜松中心部とは遠く離れたこの地域やけど、昔は国鉄佐久間線という天竜二俣と中部天竜を結ぶ構想があってな、 35km くらいの路線として計画されたけど、結局需要が見込めず大くらいにからの未成線に敷設した跡地は未成線らしく再利用されてるよ。佐久間付近では天竜川の流れに逆らうような反骨精神万歳のルートで豊橋に向かったけど、それを見かねて拗ねたのか、天竜川が見える区間はさっきでおしまい。しかし天竜川の支流大千瀬川はツンツンせつ、飯田線の横を流れとるみたいや。中央構造線の付近を通って引き続き長い長い浜松市を西へ西へ。あ、ちなみにモバイルバッテリーの容量切れました。危機として言うようなことじゃない。電源問題をどうしようかとご自置きの脳みそで考えた結果、我慢することにしました。イエーイのパソから急電線でよかったんか。あ、ゲリ、青い東映でとうとう愛知県入り。東映町唯一の駅だけど、あいにく駅は町の中心部から離れてる模様。まだまだ閑散ゾーンは続きそうやな。ちょい長かった三新鉄道ゾーンは次の三河川入れおしまい。11時から累計6時間飯田線と格闘したところで、やっと蓬莱寺鉄道ゾーンや。そうそう、岡谷駅では豊橋の表示がないって話をしたけど、ここ三河川入ではなんか逆転して辰野の表示の方が消えてるみたいや。天竜峡駅は蓬莱寺鉄道の国有化時に一旦廃止された末、しばらくしてから不死鳥のごとく復活したのに、結局今は秘境駅になっていたらしい。角平駅を出て今は三河牧原駅を出発中や。地元住民の要望が行き着いた先は秘境だったよ。結構パッパと話を進めてるみたいやけど、次は本流しの蓬莱寺鉄道ゾーンの終点や。この本流しのからはかつて豊橋鉄道の田口線がむっと伸びていたそう。豊川鉄道、蓬莱寺鉄道にかぶられた近辺の地域では僕らも鉄道欲しい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 って声が。そこで木材運搬という名目を盾に宮内省に働きかけた末、成功して田口鉄道が営業開始。その後沿線人口減と車の普及で田口鉄道は豊橋鉄道に吸収されてなんとか頑張ったけど、結局1968年をもってそのまま廃線に。40年も持たなかった断命路線だった。長篠は天下争いのみならず鉄道的にも戦乱激しかったんやな。それでうまいことまとめた気になるなよ。情緒が狂ってる。東新町、新城と2駅続けて乗車客が多かった。新城発着の列車もあるくらいやし、もう通勤路線になってきた感じやな。俺は岡谷から乗り通してきた人間だぞ。道を開けろ。今ここで道開けてもらったらそれは降りるから道開けろの合図になるんよ。その後もどんどん乗客が増えて豊川駅に到着。 JR と少し駅名が違うけど、名鉄豊川線の豊川稲荷駅と接続しとるで、稲荷が入ってないんだ。ここから伏線になって本数がぐっと増えるで。というか豊川と豊橋のシャトル運用が同区間発の飯田線の半数近くを占めてる。随分都会的になったな。明らかに駅舎の工事が進んでいる様子の牛久保駅を出発して、ついにラスト豊橋駅なんやけど、ここで三つ峰ストップスの伏線が回収されるで。ちゅうわけでまずは下地駅を通過。こういった通過駅ありの普通列車は多めなんだけど、これは名鉄と関連性があるかも。この線路は名鉄名古屋本線と飯田線が共用してるんだけど、100年近く前、名鉄が愛知電気鉄道だった頃、豊橋の手前の小堺まで線路を引いたけど、どうせなら豊橋まで延伸したかった。でも出川を渡らなくちゃいけないから建設が大変。そこでじゃあ豊川鉄道の線路を使えばよくねとひらめいた、いわゆる乗り入れってやつ。その夢は叶って
豊橋まで接続、それから紆余曲折を経て名鉄と JR になったけど、乗り入れ状況はそのまま。結構タイトなダイヤが組まれてるから、下地と今さっき通過した船町に泊まる余裕はないと思っとる。頭から尻尾までなかなか面白い路線でしたなんて噂してたら、豊橋乗り入れの名鉄が来たと。まあいろいろあったけど、ついに無事豊橋到着。乾燥した乾燥だけど、途中下車しても楽しいし、絶景も相まって両路線なんだけど、元私鉄の意地というか駅間というか、とにかくそんなのを感じられる路線だったよ。秘境駅と語られている駅じゃなくても普通に秘境感があったから、体力と気力とスマホのバッテリーの持ちに自信がある人はぜひ乗り通してみような。最後に入線する命4号を見てからこの動画を終わろう。